はい。来ましたね。これ最新のニュースです。勇敢にですね、ギリギリ乗ったところですね。前回、ファーウェイ、ね。えー、世界各国がファーウェイの通信技術を締め出してると。日本はね、ファーウェイのスマホとかドコモとか売っちゃってて、ふざけんなって話をですね、以前しましたけども、まさかのまさか。はい。ファーウェイの副会長が、 逮捕されました。カナダで。あ、ここ、ここ拍手するとこですよ。ここ拍手するとこですよ。<laughs> これ創業者の娘です。ファーウェイの副会長、逮捕はい、カナダ当局が逮捕しました、まあ。多分ね、カルロス・ゴーンもね、ほら、カルロス初ゴーンになって、それでアメリカも、お、これ、言っとけってなったのかもしれませんよ。なんか、<laughs> <laughs> 軽<か>軽いな <laughs> 軽いいなやだってカルロス・ゴーンもさ逮捕したんだからさファーウェイ副会長なんて軽いもんんじゃんだってカルロス・ゴーンなんてね三菱と日産とルノーですからねこれ全部のトップだったこれを逮捕しちゃったんだからえそれありってえ思ったんじゃないのアメリカも <laughs> あそれやっていいのあそれありみたいな <laughs> じゃあ行っとくかみたいな感じで「はいファーウェイ副会長」 はい。もう、万衆さんですね。もう、万衆さん。はい。どんな顔してるかご覧いただきましょう。はい。この方が、はい。えー、ファーウェイの副会長のもう、万衆さんでございます。もう、万衆。はい。もう、ね。えー、もう、万衆ですからね。は、まあ、呼びましょう。行きましょう。 カナダ司法省は5日中国の通信機器大手ファーウェイの創業者の娘であるモウ・バンシュ副会長兼最高財務責任者 CFO を逮捕したと明らかにした米国が経済制裁を科すイランに製品を違法に輸出した疑いでうんアメリカ当局がモー氏の拘束を要請していた アメリカ政府は今後、同社に制裁を科す可能性があり、米中摩擦の新たな火種になりそうだ。これね、わざとやってますよ。わざとやってる。だってね、要するに、その、ブロック経済なんですよ。今、これからはですね、ほら、ブロック経済というとね、大戦の前の、えー、ことを言うんですけども、今ね、これブロック経済、まあ、かつては東では西側とか言いましたよ。冷戦後は終わったので、それはなくなったとはいえですね、これから米中、要するにオセロなんですね。えー えー、アメリカの息のかかった国中国の息のかかった国か黒か白かこのオセロゲームが始まったわけですよでイランはアメリカから見放され中国に行ったわけですよねで中国とアメリカ完全敵対していてそしてファーウェイ技術を使う国はもうね付き合わないってアメリカ言ってるんですねだからニュージーランドとかもういくつもの国が「あうちもファーウェイ使えません」って言ってるわけですねええー えー、というようにですね、あのー、まあちょっと、世界地図をアメリカと中国がどれだけこう塗っていくかというね。えー、だから、あのー、中国イラン連合と、まあ日本アメリカヨーロッパ連合ですね。えー、まあそこにはあの、えー、ニュージーランドとか、まあ。 あのオーストラリアにも入ってるんですけどもだから中国はどうするかといったらこれからアフリカだとか南、えーまあ、南米とかあ,あとはそういう中東の,、ね、あのイランとかそういうところ一歩間違ったらサウジも向こうに行く可能性ありますからねまあそんなふうにしてですね場所取り合戦をしてるということでしょうだからあのー、ねえー、もうちょっとこうほらこれイランもかな絡んでるわけですよねもうちょっと読んでいきましょうか えー、詳細はまだ、ね、発表されてないんですこれから徐々に分かってくると思いますうん逮,捕逮,捕の、えー、逮捕容疑の詳細は明らかではないが、えー、複数のアメリカメディアは4日アメリカ司法省がイランへの違法輸出に関わった疑いでファーウェイを捜査していると報じていたと、はいえーはいえー、要するにファーウェイが、えー、イランに何かを輸出した福しますね、この話は。 いい感じでことほぎますねこれはことほぐべきことですよ、はい、だからまああのファーウェイがイランと何かをしたえイランと関わるの違法だからっていうことでまあアメリカに会社があったのかどうかわかりませんですけどもそこで、えー、ファーウェイをですね、えー、副会長を捕まえたわけですからねいやこれよくやりましたねいやちょっとカルロスとえー、バンシュといい線いってますよはい じゃああとは、えー、中国がどう出るかですわね、うん、じゃあアメリカと付き合う国や企業はとことん叩いていくのか、まあ、そうするといよいよ世界の地図がね、えー、アメリカ色と、えー、中国色とという、まあ、これは新たな東西冷戦の構造がですね、えー、できるのかなとか,かつての東西冷戦は米ソでしたけども今度は米中ですね はい。これね、短期決戦で終わりませんよ。ガンガン行くと思いますよ。長期戦になると思いますよ。囲い込みがね。はい。ということです。じゃあもうドコモもあとどこソフトバンクソフトバンクが一番、えー、ってます、ね。もうドコモもソフトバンクもファーウェイ売ってる場合じゃないから。ええー、au もそうだいたいファーウェイなんかよく買うやついるよね。ええー。何孫さん逮捕 <laughs> ファーウェイ売ったな、みたいな。<laughs> 孫さん逮捕。いや、ちょっと、なんか、逮捕合戦が起きたとしたら、ちょっと、日本の特捜部、世界の逮捕合戦の唇を切ったことになりますよね。孫さんなら、まあ、僕はいいですけどね。<laughs> 孫さんならいい。差し,し,し出してもいい。差し出してもいい。あ、そう。そういう意見もありました。